アポロ7号は1968年にアメリカ合衆国によって実行された有人宇宙飛行計画である。アポロ計画において飛行士を宇宙に送るのはこれが初めてのことであった。また1967年に発生した3人の宇宙飛行士の命を奪ったアポロ1号の火災事故の後、アメリカが有人宇宙飛行計画を再開して、 地球周回定期道場に人間を送るのも、これが初めてであった。アポロ発の有人宇宙飛行は AS、AS-204 の計画番号を当てられていた、アポロ1号が行うはずだったが、代わりに7号が、1号が行う予定であった任務を引き継ぐこととなった。船長は、ウォルター・シラー、司令船操縦士は、ドン・エーゼル、月着陸船操縦士は、ウォルター・カニンガムであった。 この計画は C タイプミッションと呼ばれるもので一号の火災事故の後を幅に設計を見直されたブロック2と呼ばれるアポロ指令機械船に飛行士を搭乗させ11日間の地球周回飛行の試験を行うものであったまたサターン IB 型ロケットを使って一度に3人の飛行士を宇宙に送りさらに宇宙空間からアメリカ全土にテレビ中継を行うのもこれが 初めての試みだった。7号は1968年10月11日、フロリダ州のケープカナベラル空軍基地から発射された。飛行中、管制官と飛行士の関係は一時険悪な状態に陥ったものの、技術的に見れば、計画は完全に成功理に終了し、NASA は この2ヶ月後に行われる予定であった月を周回するアポロ8号の計画実行への自信を深めることとなった。しかしながら3人の乗組員たちの宇宙飛行士としてのキャリアは1968年10月22日に大西洋上に着水した瞬間に終わりを告げた。また、ケープカナベラル空軍基地から有人宇宙船が発射されたのはこれが最後のことであった。 このチームはもともとアポロ1号のバックアップクルーだった。アポロ7号の発射7号は主権飛行であり、アポロ計画遂行への地震を構築するためのものであった。1967年の火災事故の後、司令船は大幅に設計を見直された。新型宇宙船のいわば奈良市運転とも言える、この地球周回飛行の指揮を取ったのは、マーキュリー、ジェミニ、 アポロの3つの有人宇宙飛行計画すべてに登場した経験を持つ唯一の飛行士であるウォルター・シラーであった。登場員たちは生命維持装置、推進システム、誘導及び制御システムの試験をこのオープンミッションと呼ばれる期間中に行うことになっていた。オープンミッションとは各試験は合格と判定された後もさらに延長して行われることがあり。 最大11日まで軌道上に留まるというものであった。7号は地球周回転軌道を飛行し、月着陸船を使用しないものであったため、発射用のロケットにはより大型で強力なサターン5型ロケットではなく、サターン IB が使用された。マーキュリー計画とジェミニ計画で宇宙船発射チームの責任者を務めたのは、 マクドネルやクラフト社の技術者、キュンター・ウェントで発射の際の宇宙船の状態に関するすべての責任を負っていた。彼はシラーたち宇宙飛行士の尊敬と信頼を勝ち得ていたが、宇宙船製作の契約企業がマクドネル社からロックウェル・インターナショナル社に変更されたことにより、アポロ1号においてはウェントは責任者ではなくなっていた。だがシラーはウェントを アポロ計画の発射チームの責任者に復活させることを断固として望んでいたため、上司のドナルドスレートンに対し、マクドネル社からウェントを引き抜く、ようロックウェル社を説得してほしいと掛け合った。一方で、ウェントもロジャに対して密かにロビー活動をして、自分の勤務を夜勤から日勤に変更してもらったりしていた。このような背景もあり、 アポロ計画ではウェイントが発射チームの責任者に復活することとなった。発射の際、飛行士たちが宇宙船のハッチが閉まる直前に見るのはウェイントの顔だった。またエーゼルは7号の発射直後に無線を通して、キュンター・ウェイントはどこにいるんだとドイツなまりの英語で冗談を言ったりしていた。ランデブー実験の際に撮影された第2弾ロケット SE 部部。右上の保護パネルが 他のものと同じ角度に開いていないことに注目。宇宙船が軌道に投入され、第2弾ロケット s ブ部から分離された後、飛行士たちは、姿勢制御用ロケットを噴射して、宇宙船の向きを180度反転させ、s ブ部を目標にして、ランデブーとドッキングのシミュレーションを行った。ガッツ飛行の際には、この時に着陸船とのドッキングが行われる。ところがこの時、 保護パネルの一つが正規の45度の位置まで開ききっていなかった。管制官のトム・スタッフ,フォードはこの時、ジェミニ9号で発生した似たような事態を思い出していた。ドッキング訓練のために打ち上げられていた無人のアジェナ、衛星のフェアリングが完全に開ききっていなかったため、ドッキングが実施できなかったのである。実際の月飛行の時に、 このような事態が発生したら着陸船を格納庫から抽出するのが困難になるのは明白だった。このため8号からはパネルは完全に分離して投棄されるように仕様が変更された。宇宙船の機器類及びすべての作業は何の問題もなく進行した。また、アポロ宇宙船をガツ軌道に投入したり、あるいはガツ軌道から地球に帰還する際に、 重要な役割を果たす機械船の主エンジン、サービスプリプルションシステム、SPS。機械船推進システムは、合計8回の燃焼試験を行い、水力の誤差は1%以内に収まった。サターン・アイビーロケットは、非常にスムーズに発射されたのに対し、SPS は、最初に噴射した瞬間に激しい揺れを発生した。心の準備ができていなかった、シラ船長は、 ヤバダバドゥー。と、原子家族、フリントストーンを真似して、規制を発した。エーゼル飛行士はこの時の様子を、本当に、後ろから蹴飛ばされたようだったと述べた。アポロ宇宙船は、それ以前のマーキュリー宇宙船やジェミニ宇宙船に、比べるとかなり大型のもので、飛行士たちは船内を、ある程度移動することができた。そのため当初は、飛行士が動くと宇宙船の姿勢を安定させるのが、 困難になるのではないかと懸念されていたが、それは杞憂に過ぎなかった。飛行士たちは、無重力の環境で体を動かすのは、信じられないほど簡単だと報告した。また、タイのように丸まった姿勢で睡眠をとるのは窮屈で、苦痛を強いるものであるため、エクサージニーというストレッチ器具が用意されていた。さらに彼らにはもう一つ、宇宙船内から、初めて全米に、 テレビ中継をするという任務があった。1963年にゴードン・クーパー飛行士がマーキュリー9号でスロースキャンカメラを使って映像を送ったことはあったが、テレビで放映されることはなかった。中継は飛行2日目の正午に予定されていたが、シラーはこれがランデブー実験を阻害するのではないかと懸念していた。アポロ宇宙船の比較的広い船内は、 ゼミニに,に比べると、より快適なものではあったが、11日間の飛行は、搭乗員たちにとって決して有益なものではなく、結果的に彼らの飛行士としての経歴に終止符を打たせるものとなった。シラーとの確執は、飛行主任が発射を決定した時から始まっていた。管制官はロケットが上昇していく初期の段階で、万が一問題が発生して、 飛行を中止するには決して理想的な状態ではなかったにもかかわらず発射を決断したのである。軌道に到達すると広い船室は飛行したちに宇宙酔いをもたらした。これは宇宙開発の初期の頃の狭い宇宙船では問題とはならなかったものだった。また彼らは食事のメニュー、特に高エネルギー補給のデザートに不満を持っていた。さらにゴミ収集システムは扱いづらく。 悪臭を発した。しかしながら最も大きな問題は、シラーがひどい鼻風邪をひいたことであった。そのため彼は管制センターからの要求にイライラするようになり、他の飛行士たちも管制官に口答えをし始めた。以下は管制センターが、船内のテレビカメラのスイッチを入れるように要求した際に交わされた会話である。飛行9日目、シラーが、 船長席の前にあるランデブー用窓から外を眺める様子。シラー、君はこの飛行計画に余計なことを二つ付け加えた。小便を船外に排出することもそうだ。そして我々が今ここに持っているのは新型の乗り物だ。そして私が現時点で確実に言えるのはテレビが何ら議論を進めることもなくランデブーの後にまでずれ込むだろうということだ。 管制官もう一度言ってくれ。シラー、ー了解。管制官1アポロ7号。こちらは管制官1だ。シラー、ー了解。管制官1。この件で我々のすべてが合意したのはスイッチをつけることだ。シラー、ー7号の二人の司令官とだな。管制官1。この特別な行為について我々が合意したのはスイッチをオンにすることだ。他の行為は テレビ撮影には伴わない。我々はまだこれをする義務があると思うんだ。シラー、我々はまだ機器を取り出していないし、セッティングをする機会もなかった。現時点で我々はまだ食事をとっていないし、おまけに俺は風邪をひいているんだ。こんなやり方でスケジュールを台無しにするのは拒否する。管制センターと飛行士たちの関係を悪化させることになったさらなる原因は、 シラーが繰り返し、大気圏再突入はヘルメットを被らないで行うべきだとの見解を表明したことだった。彼らは風で副鼻空の圧力が高まっていることにより、鼓膜が破れるかもしれないという危険性を認識していた。そのため再突入の最中に個室の圧力が高まってきたら、鼻をつまんで息を抜き、圧力を均等化できるようにすることを望んでいたので、ある。 アポロで使用されるヘルメットはそれ以前のものとは違い、可動型のバイザーが付いていない金魚鉢のような構造であったため、ヘルメットをかぶっていてはこの行為をすることは不可能であった。しかしながらシラーは飛行中はヘルメットは安全上の理由から着用しておくようにと繰り返し指示されていた。この件に関して管制センターと交わされた最後の会話では、 シラーが命令を馬鹿にして無視したような態度をとったことに対して明確な説明をするよう管制官が求めていた。管制官1、よろしい。私が思うに君は我々がヘルメットを着用しないで再突入するということに全く経験がないということをはっきりと理解すべきだ。シラー、それを言うならヘルメットを着用して帰還した経験だってないだろう。 管制官、それについては、我々は、すでに十分な経験を積んでいるんだ。そうだろう。シラー、もしオープン型のバイザーをしていれば、俺もそれに従っていただろうさ。管制官、OK。なぜオープン型のヘルメットを乗せていなかったかについては、着陸するまでに、ゆっくり議論する準備をしていればいい。いずれにしても今からメットを着用しないで、再突入を試みるのは、遅すぎる。 シラー、それは承服しかねる。そこにいる連中は我々が今被っているメットを自分でつけてみたことなんてないだろう。完成感、そうだな。シラー、俺たちは今朝つけたんだ。完成感、それはわかっている。我々が唯一懸念しているのは着陸のことだ。確かに我々は再突入に関して十分に考えていなかった。だが今はそれがネックなんだ。 そして我々は君にルールを破って欲しくないんだ。シラー、爽快、ありがとうよ。完成感、以上だ。このような会話は、エーゼルとカニンガムを将来的な飛行計画から弾き出す結果となった。着水点は、北緯27度32分成形64度04分、北緯27.533度成形64.067度。 27.533-64.067、バミューダ諸島の南南西200海里、回収船 SX の北方の南海であった。乗組員と管制官の間に、問題は発生したものの、新型指令、機械船の飛行試験をするという計画自体は、成功裏に終了し、このわずか2ヶ月後に予定されていた8号の月、周回飛行を推し進めることとなった。 7号はアポロ計画においてケープケネディ空軍基地の34番発射複合施設から打ち上げられた唯一の事例であった。その後のアポロ計画とスカイラブ計画及びアポロソユーズテスト計画はすべてケネディ宇宙センターの近くにある39番発射複合施設から打ち上げられた。34番施設は1969年に 余分なものであるとして取り壊されることが決定し、7号は20世紀において、ケープカナベラルから打ち上げられた最後の有人飛行となった。2014年現在において、当時の乗組員で存命しているのはカニンガムだけで、ある。エーゼルは1987年、シラーは2007年に死去している。2008年10月、NASA のマイケル・グリフィン長官はアポロ7号の、 乗組委員たちに対し、アポロ計画に多大な貢献をしたとして、NASA 功労賞を授与した。彼らは、アポロ計画とスカイラブ計画において、同賞を授かっていない、唯一の飛行士たちであった。カニンガムはすでに制去している、他の飛行士を呼び、ニール・アームストロング、ウィリアム・アンダース、アラン・ビーンなどのアポロ計画の他の飛行士たちを代表して受賞した。 完成センターの全飛行士機関、クリストファー・クラフトは、かつては計画において飛行士たちと対立したが、祝福のビデオメッセージを送って以下のように述べた。我々は、かつてあなたに辛い時を与えたが、あなたはそれを見事に切り抜け、それ以来実に素晴らしく過ごしてこられた。私は素直に、誇りを込めて、あなたを友人と呼ばせていただきたい。 航空開拓者博物館に展示されている7号の司令船1969年1月7号の司令船はリチャード・ニクソン大統領就任式のパレードで NASA の出し物として展示されたこの司令船は30年近くもの間カナダのオンタリオ州オタワにあるカナダ科学技術博物館にシラーが来た宇宙服と共に2年ごとの契約更新で賃貸されていた 2003年11月、ワシントン DC のスミソニアン博物館は、スティーブン・アドバー・ヘイジーセンターに新規に建てられた別館に展示するため、司令船を返却してもらった。現在は、テキサス州ダラスのダラス・ラブフィールド空港に隣接する航空開拓者博物館に展示されている。7号の機調は、SPS エンジンを噴射している、司令船と機械戦を描いている。 その噴射の軌跡は地球をめぐっており、地球を周回飛行する計画の目的を象徴している。南太平洋上にはローマ数字でセブンと描かれ、さらに下部の黒い縁取りの中には飛行士の名前が記されている。デザインをしたのはロックウェル・インターナショナル社のアレン・スティーブンスであった。7号の計画の一部は1998年に、 地球から宇宙へというテレビのシリーズの中で発射台を離れたというタイトルでドラマ化されたアポロ7号の記録という16ミリフィルムで撮影されたドキュメンタリー映画はデジタル復元され YouTube で閲覧することが可能である。ありがとうございます。